こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ウインナーオムレツですね。ウインナーオムレツに炒めたウインナーを乗っけてます。ちゃんと炒めたウインナーだけでなくて、オムレツ自体にもウインナーが入ってます。ウインナーオムレツ、これがサムネイルです。千切りキャベツ、たっぷりのマヨネーズとレモン果汁、白ご飯で、だしオムレツをもう2個、足らなければさらに2個、4個と食べる予定です。さて体重ですね。肝心の体重が何キロかですね。昨日よりは減ってんのかな。体重 55.5 キロ、体重 55.5 キロ、昨日より 300g 減ってますね。体重 55.5、 体脂肪率 12.3、 体重 55.5、 体脂肪率 12.3、 基礎代謝 1310、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.2、 筋肉量スコアマイナス2、筋肉量 46.2 で、推定骨量 2.5、 推定骨量 2.5、 もう一度、体重 55.5、 体脂肪率 12.3、 内臓脂肪レベル3と、まあ、ちょっとずつ昨日よりは減ってますね。もう一度、ウインナーオムレツとウインナー、千切りキャベツ、白ご飯、これにだしオムレツを LL に5本で、オムレツもしくはスクランブルエッグを LL に5本で、もしかしたら目玉焼きも LL に5本食べます。今日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。